どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日の動画はですね、ウクレレ初心者レッスンシリーズ第6弾、とうとうですね、この第6弾って最終章となります。初心者レッスンとしては最終章。これで、初心者はもう卒業できるぞということでいいと思うんですけど、第1弾から第5弾までは、どこですかっていう方いると思います。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はですね、ウクレレ初心者の人がね、もう、何に触ったこともない人がどんどんできるようになるというプログラムになってるやつで、ここから、この第1弾から見てもらって、今日のここまでなんとかこうまたたどり着いて戻ってきてくださいね。はい。で、この第6弾ですけれども、一応このコードストロークと言われるリズムのね、ステップ、領域に入っていきましょう。8ビート、ガズレレでは8ビートと命名しているというこのリズムの超基本のレッスン動画をここで公開したいと思います。はい、では早速入っていきましょう。まずどんなものか、ちょっとデモ演奏します。コードは C を押さえます。いいですか？見ててください。こういう感じでやります。ダンダダンダダンダンダダンダ。こういうリズムなんですよ。これだいぶドライブ感、疾走感みたいなのが出ると思うんですけど、皆さんも、前ね、このレッスンシリーズでやった、踊るポンポコリンなんかを8ビートでやるとこうなります。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。お鍋の中からポワッ、なんかすごく乗れるでしょ。これはですね、イメージしてください。雲の上をこう、ふんわりこう、柔らかく、こう、時間が進んでいくぞみたいな、そんなイメージを持って、こう、ふんわりしてるね、イメージを持つとやるといいと思います。そして、どんどんじゃあ入っていきますよ。まず右手ですよね。今までって基本的にはもう親指で4つで、なんでもいい。で、こう、キッズはね、手が痛くなっちゃうかもしれないから、こう、爪とかなんかこう、ピックみたいなのでやってくれってことだったんですけど、今回初めてですね、何が出てくるかというと、アップが出てくる。下から上に開く。この弾き方が出てくるってことで、ここでまずね、一個関門が出てくるんですよ。じゃあ皆さん、一個の考え方、右手の使い方から、今日は、そうだ、最初に言っとく、今日ちょっと長めになりますから、途中休憩しながらやっていきましょう。まず手首を使った方がいいです。こうやって、こういう風に肘で弾く、これももちろんいいんですけど、ちょっと手首の柔らかさがあった方がより柔らかいです。これ覚えておいてください。なんで手首こう柔らかく、ちょっと皆さん動かしてみて、こうやってからダラダラダラって。こんなイメージでいいですよ。はい。で、これね、ストロークするときっていろんなね、他のウクレレの先生とか、いろんな私も、外国の方の、弾き方とか見たんですけれども、結構こう一本指で弾いたらいいですよとかいう方も、とかいろんなスタイルの方がいるんですけど、まあ、ガズ的にはですね、もう本当にダラダラダラとこう、こっから先1ミリも力入れないぐらいの柔らかさで、弾くのがいいと思います。そしてどういうふうに考えるかというと、まずダウンの時は、こういうふうに下ろしますよね。全部こう。今度上げる時はこうやるんですけど、こういう方多いんです。じゃーんと、ダウンで下げるでしょ。戻ってくる時にガツってこう、こういうふうにね、要は、逆向けをこう、なんかガッとやるような、こうなんか、食いついちゃうような弾き方する。ガキーとか音もね、バキーとかなってね、もう大変なんですよ。だから、一個の考え方ですけど、ダウンはこう、アップはこう、ほうきみたいにイメージするとすごくいいと思いますよ。このね、ここを使うの。わかる？こういう、このひねりも入る。これ気持ち悪いな。はい。こんな感じです。大げさに言うと、こんな大げさな意味にやらないけども、例えばこういうイメージ、ぐーん、ぐーん。そうすると、ガツッとはなんないから、こうガッて。結局、こういう風にやると音もバキッとなるし、うまく弾かないです。なんで、こう、こう。なんで、まず練習としては、ダダダダダダ、ほうきで吐くようにやるのがいいです。で、途中の、この間も、コードの時に言ったんですけど、こっち向いてるとね、やっぱうまくいかないんで、まっすぐにしといてください、ウクレレはね。そして、ダダダダダダと、こう、手首でこの指っつうのかな。こことここをこうやって使う、こういうイメージ。はい。こういう感じでちょっとこの慣れる。アップがね、なかなかみんなうまくいかないって言って、肘で弾いてる人は結構、ガキーってなってるからね。こういうイメージがいいと思います。こういうイメージ。ここも使う。ここもしなやかに使う。これがまず基本ですね、右手のね。今、コードは C を押さえてますよ。ちょっとやってみましょうか、ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。ダー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 。アップが入ります。ダーダー。バキって指が痛く、これ指は本当弦に逆らわないでよ。こうやって、こうやるんだろうね、大げさに言うと。ダー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 。はい。こんな感じのイメージ。優しくふんわりですよ。そしてですね、これ、見て。C、
ワンブロックじゃ C って書いてあります、これ。これを弾くとこうです。ダダ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 。つまりワンブロック4回弾くって4つ弾きでやってるでしょ。これを、1,2,3,4,5,6,7,8。8回弾くから8ビート。こんな認識でいいですよ。ワンブロックに要は、つまり、今までダウンだけだったのは、今度アップが入って倍になったわけですね。今までは、ジャン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 で C ワンブロック。8ビートは、ジャー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 、倍になって8回になったでしょ。だから8ビート。こんな風に認識しておいてください。そしてですね、かっこいい8ビートの、ガズレレが言う8ビートっていうのは、シンコペーションちょっと食い込んでるようなリズムなんですけど、ちょっと難しいこと置いといて、かっこいい8ビートっていうことで、進めていきたいと思います。ではです、こちらの表をご覧ください。ドン！これです。これ一応解説すると、時間がこう流れていきますよ。時間はこう流れていきます。そして、黒いところは引く。白いところは空振りです。黒は引く、白は空振りです。それでこれ、こっちでまず言ってみましょう。ここに、これが分かりやすいと思う、これ。黒がジャンです。白丸が、ん。ジャン、ジャ、ジャン、ジャ、ジャン。聞いたことあるでしょ。ジャン、ジャ、ジャン、ジャ、ジャン、ジャン、ジャ、ジャン、ジャ、ジャンっていうリズムをこれからやろうと思うわけです。じゃあ手の動きと一緒にやってみましょう。ジャ、ん、じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、じゃあ、ん。これを弾くわけですよ。じゃん、じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、じゃん。時間がこう流れていって、まずこれ、ダウン、アップ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 ですね。手の動きは交互にこうずっと振ってるわけですよね。じゃん、じゃあ、じゃん、じゃあ、じゃんです。はい。これをマスターしていこうということなんですけれども、ちょっとね、これ面白いんで見ててください。今の、ちょっと表を出しますけど、こういうことなんですよね。手見ててくださいね。じゃん、じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、ん、じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、じゃあ。要は、じゃあ、んの時弾いてないでしょ。じゃあ、弾く。これが白丸です。黒は弾いて、白は空振りですからね。じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、じゃあ、ん、じゃあ、ん、じゃあ、じゃあ、ん。ね、んって感じじゃないですか。これね、最初に悪い例をちょっと示したいと思います。悪い例、こうです。じゃん、じゃあ、じゃん、じゃあ、じゃん、じゃん、じゃあ、じゃん。聞いてる音としては同じような感じですよね。でもね、手の動き見てください。ガズさんがこれから皆さんにお伝えしようと思ってるやつはこうです。手の動きだけ見ててよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ。ただこう手を振ってるだけなんですよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。だからこれがずーっと定期的に振れてるから、これがこうやってみて、時計の振り子みたいにずーっとこれがキープされてるからリズムがね、こうスーッと流れて気持ちがいいんですよ。それに比べてダメなパターンのやつは、じゃんじゃ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 、止まってない手が、じゃんじゃ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 んじゃじゃ、これね、乗れないんですよね。どうもこうなんかこうリズムがこうストンと気持ちいいところで落ちないです。なぜかというと、振り子の時計がじゃんじゃ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 って止まってたら、時計ずれんじゃねえって感じじゃないですか。だからこれがいつもこう、均等に触れている、こう、バランスよく動いているっていうのが、この8ビートの特徴でございますね。じゃんじゃ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 って、このストップかかってるのは、今直しました。じゃんじゃじゃんじゃじゃ。まず、弾く前に、手をこうやって振って、口でじゃんじゃじゃんじゃじゃんって言ってみません？ワン、ツー、スリー、フォー。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。これで、まあ、ほぼできたようなものだと思うんですけど、実際やってみると、これ難しいです。はい。では、ここから皆さんがどんどん自分で8ビートできるようになる裏技を紹介したいと思います。まずですね、まあ、じゃあ C を押さえてコードをね。いきますよ。じゃんじゃじゃ。ここまでやってください、最初。これきっとできる。ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃん、じゃ、じゃ、オッケー。じゃの時アップだから、バキってなんないの気をつけてよ、さっきのやつね。じゃん、じゃ、じゃ、はい。こっから注目です。じゃん、じゃ、じゃってやったら、次引かずに、膝を叩いてください。膝。オッケー。もう一回、最初から。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃん、じゃ、じゃ、膝。オッケーですか？もう一回、せーの。じゃん、じゃ、じゃ、膝。はい。そうしたら次はですね、膝叩いたら、そのまま戻ってくるときに引いて、もう一回引きます。最初からいきます。せーの。じゃん、じゃ、じゃ、膝、じゃ、じゃん。戻して、じゃん、じゃ、じゃ、膝、上げる、下げる。はい。今のね、解説するとね、じゃん、じゃ、じゃ、ここで膝叩くわけ。ここね、今、色つけるから。ピンク色で描きます。
ここ、くり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 、これピンク色にしました。今ピンク色に塗って、ここに、はい、この絵、これがポイントです。じゃんじゃじゃ膝、じゃじゃん、はい、じゃんじゃじゃ膝、じゃじゃんですね。はい、これメモったりなんかして、これはもうあのやってください。もう一回いくよ。いくよいくよ。せーの、じゃんじゃじゃ膝、上げる下げる戻す。じゃんじゃじゃ膝、上げる下げる戻す。どうでしょうか。これね、膝叩くのどうしてって思うじゃないですか。ちょっと慣れてきたらこの練習法やってもらいたいんですけど、これってワンブロック C の中でやっているわけじゃないですか。そうするとこうなるはず。1、2、3、4、1、2、3、4、ね、4つ弾きの時と同じように1、2、3、4、これでワンブロックだったでしょ。8ビートの場合も1、2、3、4、この4カウントでリズムって進んでいくんですよ。このリズムで弾くと演奏してる本人も見てるお客さんもこうやってリズム取るわけですよね。ここご注目です。聞いていってくださいね。1、2、3、4、3拍目の音出てない。もう一回1、2、3、4、ね、出てないんですよ。でもお客さんと演奏してる人は1、2、3、4とこう乗ってるわけなんだけど、この3って音出てないのに、あのカウントだけはあるじゃないですか。ここがキーポイントでございまして、その3を感じないとリズムがどんどん速くなっちゃうんですよ。どんどん速くなっちゃう。だからぐっとこう踏ん張るところとして膝に3拍目っていうのがあるんだよと自分の体に叩き込むっていうイメージがいいと思います。なんでもう一回ちょっとやってみるとよくわかると思いますよ。1、2、3、4、1、2、3、4。これね、膝叩かないと3の3っていう風に口で言えない人多いと思う。ちょっと試してみません？ 1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。だいたいね、あの初心者の方にやっていただくと1、2、3、4、あれ1、2、3、4ってこんな感じに なっちゃうんですよね。やっぱ弾いてる時にこう口って出ちゃうから、1、2、3、4、いずれこれが普通にできるように、まず初心者の人はこの膝で3拍目があるよということを、体に覚え込ませましょう。ないものをあると感じさせるロマンがこの8ビートの中にはございます。もう一回、ゆっくりちょっと やってみようか、私と一緒にやってみましょう。コード C を押さえて1、2、3、4、ジャンジャパジャジャジャンジャジャ膝ジャンジャンジャンジャジャ膝ジャジャンジャンジャジャ膝ジャンジャン。どうでした？あともう一個ヒントとしては、今ジャンジャジャンジャジャンって言葉で言ってますよね。これ大ヒント。ジャンは弾く、んは空振りです。ジャンジャジャンジャジャンでしょ？ジャンジャジャ膝ジャジャンジャンじゃんじゃんじゃん。はい、これまずこれを、やってみる。それでできるようになったら、じゃんじゃじゃんじゃじゃんから今度は1、2、3、4とか1、2、3、4とかこう4カウントで、言葉を発していきます。こんな感じです、皆さんもゆっくりいきましょう。1、2、3、4、1、2、3の時膝よ。1、2、3、4、体も揺らす。1、2、3、4、1、2、3、もうちょっとやろう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、角度変えてみてもいい。4、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これはですね、だから最初はちょっと難しい。この1、2、3、4がちょっと言えないと思う。だから膝を叩く、ここが大事ですね。ここで3ですかね。1、2、3、4。はい、これをまずは歌わずにこれをやってもらいたいんですけど、これね、8ビートが弾けるようになっても今度歌った途端にもうすっちゃかめっちゃかになることは間違いないです。はい、なのでまずは歌わずにこのリズムの練習をちょっとしていただきたいんですけど、脳トレになるんですけど、おすすめの曲、初心者の方が8ビートで歌うおすすめの曲はですね、
前やった踊るポンポコリンがいいんですよ。これなぜかというと聞いててくださいね。なんでもかんでも、言葉とこのストロークのタイミングが似てるでしょ。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。こんな風にできるようになると気持ちがいいんですけれども、最初は歌ってやるのが難しいでございます。そしてですね、今日はまずこれ初心者ウクレレレッスン動画ということのくくりになってますんで、これを歌ってやる、歌ってできるようになったらもうそれ中級に、しようということにしてますので、今日はこの8ビートのこう取っかかりまで、練習してもらって、なんとか踊るポンポコリンとかの簡単な曲をね、歌えると、そこまでこう皆さん、練習してください。もうちょっとじゃあこの8ビートストローク一緒にやりましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃん、じゃじゃ、パッチャー、じゃん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 。体も揺らしてみて。じゃじゃ、パッチャー、じゃん。じゃん、じゃじゃ、パッチャー、じゃん。じゃん、じゃじゃ、パッチャー、じゃん。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい、これ8ビートというリズムの超基本になります。これのリズムをなんとか覚え込んで一緒に歌ってみる、このトライアンドエラーでだん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 自分の体にね、こう染まって、リズムとこの言葉がこうガッとあった時に、さっきも最初に言ったんですけど、こう雲の上を、演奏しているようにこうふんわりした感じが出てくるんですよね。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。この浮遊感、4つ弾きと比べましょうか。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からぽわっとインチキ、なんかこっちの方がやっぱふわっとするでしょ。これをまずここまで目指してくださいませ。はい、皆さん、これはですね、しんねりむっつりこう難しい顔してやるよりね、こうやっぱ体揺らしてね、音楽は音を楽しむと書いて音楽ですから、そこ忘れちゃダメですよ。でもやっぱしょうがないね、やっぱ何か新しいことやるときにはちょっとやっぱり真剣に取り込んで、これは体に覚え込ませるっていうのはね、だんだんねできてくると楽しくなりますんで、どんどんものにしてください。というわけでですね、この動画をもって一応初心者レッスンという括りは卒業ということでよろしいんではないかなと思います。皆さんおめでとうございます。まあもちろんまだすぐにはできないんですけどね。ここまでですごいいろんなタイプの曲、いろんなアルペジオとか8ビートとかで弾いてみる。まあもちろん基本の4つで弾けるっていうのがね、やっぱ一番大事だと思うんですけど、忘れちゃいけないのはいつも言ってます。歌中心で、こう体を揺らして、楽譜をいつも見るんじゃなくて、やっぱり外を見ながら、みんなの顔を見ながら、豊かにこうなんかそういうことを感じながら、音楽ってそもそもなんで始めようと思ったんだっけっていうことを思い返してくださいね。難しい顔してね、お題通りに、できることを目標にしてるわけじゃなくて、この、なんていうか、音楽を楽しむためにやってるわけですから、そこを忘れないでください。じゃあ、この先なんですけど、どうするか。基本的にはこれが、こんなことです。コードを覚えて、知ってる歌をどんどん歌って、アルペジオと8ビートやったら、あとはですね、やっぱリズム、いろんなリズムで弾くのが楽しいんでございまして、そのいろんなリズム、これからどん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 、習得していきましょう。もう、8ビートで歌えるようになったら、やっぱどんどんステップアップしていきたいもんね。そうすると、ここ見といてください、まずは。これはね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレの1ページなんですけど、そこに、どんどん面白いリズムがもうバーッと並んでますから、チャレンジしていただいて、あとタイミングを見て、今度中級レッスンみたいな動画のシリーズプログラムを、やっていこうと思いますんで、まずはそれまでそのリズムの勉強しといていただければ、でまあいずれ中級レッスンが できたらですね、まあもちろんガズレレ YouTube チャンネルチェックしといてくださいね。どんどん、楽しい音楽をこう広げていきましょう。皆さんお楽しみにしといてください。はい、それではご案内で、今みたいな弾き方とか、このガズレレ初の、ガズレシピというアプリの中にも解説があるし、このリットーミュージック社から出てるこの簡単ウクレレ by ガズ、ソングブック by ガズの、関東のところにもですね、いろんな弾き方が、紹介されてますんでね、ほら、4つ弾きから、アルペジオとか、
8ビートとか、こういうふうに、ここにも分かりやすく説明があります。もし、本の方、本でもこれ十分分かります。アプリでも本でも見ていただくと、そういうことバッチリ書いてありますんで、いろんな本を見ていただいて、あと、このウクレレ。これ、ガズがプロデュースしてるベトナムで作っているガズのわがままウクレレ。オール単板、オールハンドメイト、職人が一本一本作ってて、ほんと弾きやすくて音がいいということで、これもご紹介しております。ウクレレのこと、ここにリンク貼っておきますね。ぜひご覧になってください。あとはね、いろいろあるんですよ。はい。ここにウクレレが入る、こう、リュックサック、一見リュックサックに見えないウクレレケースです。これは横にも持てるというね、これね、ビジネススーツにもぴったりみたいな感じのものをリリースしていたりとか、このキャップだとか、このウクレレのストラップだとか、この水引きだとか、もう T シャツとかね、もうグッズもいろいろありますんで、ぜひともご覧になってください。で、まあ今後のね、レッスン動画、これからも毎日毎日いろんな曲をね、ウクレレで簡単に弾けるようにアレンジしていくんで、まずガズレレ .com、ここでいろんなもの見てください。あと、イベントもやってますから、日本全国イベント飛び回ってます。あなたの街に行くかもしれません。そしたらウクレレ持ってきて一緒にワイワイやりましょう。そんなことガズレレホームページ見てください。リンクもここに貼っておきます。さあ、まず初心者レッスンシリーズということで、今日で卒業ですよ、皆さん。卒業、初心者卒業ということにしましょう。はい。まあ、初心者とかもね、まあ、いいんだけどさ、やっぱり音楽楽しむことがゴールだから、なんとの上級者になるのが目的じゃないですよ、皆さん。だからそういう意味ではもう最初始めた時点で、もうみんな合格なんですけどね。はい、そんなわけで、まあこれからもね、豊かに音楽を奏でよう。これがいいです。で、楽しいことはどんどんやっぱシェアして、楽しい人増やすのがね、また面白くなると思いますんで、どんどん身近な方にもウクレレ楽しいよとかちょっと教えてあげたりなんかして、広げていきましょう。それでは、ウクレレ初心者レッスン動画初心者シリーズ第6弾。つまり、初心者レッスン動画シリーズ完結編というふうになりますけれども、はい、ありがとうございました。これからも音楽を楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さようなら。はい。